ドラフォー、やりました。みんなのお願いが通じて巨人撃破。いや、応援してくれた、他球団ファンの皆さんも本当にありがとうございました。そして、昨日のイントロクイズ、正解だった人おめでとう。はい、それでは振り返っていきましょう。まずは今日のキャサポ。7回裏、ビッシーのタイムリーツーベース。まあね、2回のホームランも良かったし、2点目を取ったネオ君のタイムリーも良かったので迷ったんですけど、でも次の1点がどっちに入るかで大きく変わってくるなと思っていたので、その1点を取れたっていうことでね、7回のビッシーを選びました。はい、それでは今日のキャサ盛り。まずはビッシー、ホームランを含む3安打2打点だから大丈夫って言ったでしょ、キャサ盛り。そして周平くん、2打数2安打、ビッシーのホームランの後すぐに、チャンスメイクでツーベース、本当にいい仕事をしてくれました、キャサ盛り。続いてネオくん、2点目を生んだタイムリー、素晴らしい、キャサ盛り。さらに福谷さんね、そのネオくんを二塁に置いて、いやもう本当に野手顔負けのタイムリー、でかかったこれも。で投げては、6回3安打1失点で勝ち投手、キャサ盛り。それから三ツ俣さん、ヒットは出なかったけど、1打席目2打席目は、しっかり 3-2 までカウント作って球数投げさせてね、3打席目はフォアボールを選んでくれました。4打席目はノーアウト1塁から絶妙な送りバント、さらに守備ではダイビングキャッチ、いやもう本当にいい仕事をしてくれたと思います、キャサ盛り。あとはリリーフ陣全員キャサ盛り。それからライマルさん、いってらっしゃいませませ、活躍を祈ってます。そして最後にドアラさん、今日もひねりありで成功、いやーキャサ盛り。いやちょっと怪しかったですけどね。はい、というわけで改めましてナイスゲーム。いや3番はそのままでしたけど、2番に三ツ俣さん入れて、でキャッチャーを桂さんにして、とりあえずスタメンを変えてきたのも良かったんじゃないですかね。これぐらいの変更を、迷うことなくズバッとこう決断できるようになっていけば、だんだんね、もう一歩もう二歩と、思い切った戦いができるようになっていくんじゃないかなと思います。まあ、対して原監督は、この3連戦、鬼のように動いてきましたね。マジでシーズン終盤の首位決戦をしてるんじゃないかってぐらいポン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 ピッチャー変えてきてね、まあ、結果的に見れば1試合目2試合目、まあ、見事にそれにやられたんですけど、今日はね一矢報いることができましたね。というわけで今日もブラックキャサリンはなし。というわけで来週からは交流戦です。しかも王者ソフトバンクとです。まあね、厳しい戦いが続くとは思うんですけど、今のうちの自慢の投手陣たちが、強力打線相手にね、一体どれだけのピッチングができるんだろうっていうのが楽しみでもあります。まあそのためにも、打線が今日みたいな感じでね、しっかり援護して投げやすい環境を作ってほしいなって思いますね。というわけでこの勢いに乗って交流戦も頑張るぞ。以上。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。
空にこだまする竜部の叫びを耳にして、戦う中日夢強く僕らをじんとしびれさす。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた。それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよ